どうも、この後お願いします。ということでね、本日は新しく届きましたニューエラ紹介していきたいと思います。ちょっとテストのせい全然関係ない2種目飲んでいただきました。ということで、こちらババンとね、全部ニューエラの新作新しいやつが届きましたね。ちょっとこれをどんなんを手に入れたか紹介していきたいと思います。はい、なかなかないですよね。あんまやったことないかもしれない。実はなんだかんだこうニューエラのね、新しいのバーって届くことよくありますけども、動画にするっていうのはなかったかなと。1個目、まずはババン、はい、こちら、はい、ビリニーですね。あー、これはね、リブニットキャップみたいなやつだった気がするな。ちょっと一回見ますわ。ソフトカフニット BGE みたいな。まあいいな、この色と思って、まあ僕がオーダーしたんでしょう。忘れちゃうのよこれこれよくあるんだよな。結構前だからね、注文してるのね。あ、まあこんな感じ。あ、どう、これかっこよくない？うん、でこれ結構いいんですよ。あ、なかなかいいなと思って俺はこれを、選んだんですけど、どうでしょうか色も。まあ今はちょっと夏にこれ被ってたらだいぶやばいか、ちょっと暑いかもしれないけど、でも夏でもまあ被れるよなぐらい、我慢全然できるなぐらいの生地の薄さですね。うん、じゃあ続きまして、こちら、これなんだろうね、手触り的にバケハっぽいわ。ふん、行きましょう。はいはいはい、どう見てもバケハ、確実なバケハット。はい、バン、あ、いいじゃんこれ、俺選んでる。あー、選びそう。見てこれ、普通のバケハより多分ここ長いのよ。うん、で裏はシンプルな、こんな感じね。あ、いいじゃないですか。はい、いや多分長めのやつをね見てね、あ、いいじゃんこれと思ったはず。ちょっとデカめの、ここ長めのバケハを手に入れたと。まあ、被らさせますか。あ、いいんじゃない、どう、いいですね。ちょっと俺が被ってみようかな。さあ、俺が被ってみましょう。あ、こんな感じ。あ、ちょっとでかいかな。いや、でもサイズ感これでよくてこれにした気がする。あ、こんな感じです。いいですね。ああ、ここもうちょっと丸っこいかな。うん、もう浅波とかもかぶりそう。まあ形がまだあれですね、ついてもついちゃってますけど、折れ目がね。まあかぶってたら普通にこんな感じになる。いい感じじゃないですか、俺がいつもかぶりそうなやつね。ちょっとこっちもかぶるか、いい感じな気がしますね。こうでもいいしね。うん、ちょっと髪の毛は邪魔か。うん、はいはいはい、あ、まあいい感じじゃないですかね。さあ、そして、まあ、結構あるよこれ。これ、2個ぐらい入ってるのかな、もっと入ってるかも。え、なんだろう、服、え、なんだろうこれ、何入ってるんだろう。俺何を頼んだかあんま覚えてない。開けます。うまいこといかねえな。いやいや、これ僕文明を使おう。はい、ハサミね。あー、もうこれが一番よ、どう考えても。あ、ここ入ってた。え、なんだっけこれ。いきます、ババン。あー、なるほどね。はいはいはい、あれ、これもしかしてあれかもな、渡辺の分とか入ってるかも、このポンポンのやつとか。俺こんな可愛いやつ俺注文した記憶ねえもん。え、あ、これ絶対渡辺っしょ、絶対渡辺だこれ。だから被るとこんな感じになる。あ、もう完全に渡辺だこれ。あ、でそれの色地、白いやつの生地めっちゃついちゃってる。これもあいつ注文してたっけ、こんな感じの。あ、まあ、いい感じですね。向きが違うな、こうかな、こういうやつかな。ニューラのロゴがここに来るから、だからこれが前だ、これが前に来るような感じ。かわいいね、これ。女の子とかも似合いそうだけど。というような感じのを、開けました。はい。ちょっと待って、やっぱ渡辺の荷物も開けるか、あれ間違って入ってるかも。これ渡辺用でね、一応オレンジに届いてたんですけど、ちょっとこれ開けてみましょう。もしかしたら俺のと渡辺のごっちゃになってるのかな。ちょっと待って待って、あれ、え、全く同じスーツ入ってるわ。
これミスタージャミ、まあ、ちょっとこれ渡辺のセットはまあ一旦置いとくとして、まあ、とりあえず今回僕が、注文したものがこちらのねバケハとこのビニーということで、どっちもなんかマジで俺使いそうな感じがいいよ。いやどっちもいいぞこれ、嬉しい。これ早速被って帰ろうかな。いいや結構いいよ。え、もう一個欲しいかも。これやっぱりこれの病気なんだよね、うん、よくあるね俺こういうとこ。あ、いい感じじゃん。あ、いいっすね、最高です。はい、ということで、新しい、帽子をね2種類手に入れたという動画でした。はい、いい感じでしょう。ということで降ります。明日ちょっと渡辺のかな、どうしよう。で、こういうヤンキースのバケハかな。うん、あんまりこれ似合わねえな俺。まあ、ちっちゃい気がするこれ。そんなことないか。で、あとはこれの色地白、これ被ってそう。渡辺っぽいもんこれ。渡辺っぽくないなって、ほらとかさ、ほらもうあいつじゃん。この感じもう鍋べよこれはね。えということで、はい、いいニューエラーゲットしました。ということで終わります。いいね、いいじゃんこれ、結構気に入ってんぞ。なんだろうなこれ、クリーム色みたいなやつかな、なんだろう。